はい、速稼塾の久保です。今回はね、ちょっといいなと思う写真をいろいろと見ています。タイトルはね、あなたに人間性への信頼を回復させてくれたものは何ですかということですけども、最初に紹介された写真なんですが、兵士にお茶を差し出すアフガニスタン人ということですね。まあ、アフガニスタンというお国柄はどんなところか、まあ、お分かりの方もいると思いますけども、なかなか考えられないところですよね。こうやって、軍務に服している兵隊さん、憎んでいるかもしれない。そのはずの兵隊さんに地域の人が一緒にお茶飲もうよって感じで差し出したのを受け取る兵士ということですよね。次です。次はね、これですね。ちょっと一見したらわかんないんですけども、注釈が書いてあります。この小さな自閉症の男の子の誕生日にはクラスメートは現れなかったということなんですよ。寂しいですよね。で、この男の子のお母さんが Facebook で誕生日に誰も来ないんだっていうふうに書いたところ、この消防士の方と警官が来てくれて、この男の子のために誕生パーティーをしてくれたんですよね。写真がこういうふうに続きます。ね。消防車に乗せてくれたんですかね。喜んでますね。ヘルメットも被って、パトカーにも乗れたんでしょうかね。はい、次です。カブールでアフガニスタンの少女と遊ぶ海兵隊の女性ということで、やっぱり兵士といえども人間ですから、現地にいる子供たち、国にいる自分たちの子供たちのことを思い出してるのかもしれませんね。こんなところに戦争できちゃってごめんね、みたいな気持ちもあるのかもしれません。次です。84歳の入院中のおばあちゃんが寝巻きを着るのが恥ずかしいって言うんで、お孫さんも寝巻きを着てあげたということでね、とっても優しさがにじみ出る写真じゃないですか。はい、次です。これはわかりやすいですね。車椅子の子供のために作られたブランコということで、ブランコをね、楽しんでる子供たちの様子が伺えます。あ、これはなんか日本でもありますね。カモが道を渡るのを手伝う警察官。次も警察官です。まるで映画みたいなワンシーンです。ホームレスの女性と一緒にご飯食べようよみたいな感じでね、きっと辛い身の上話を聞かせてくれたのかもしれませんし、まあ、この街を守ってるからねみたいな感じで励ましているのかもしれません。次です。アフリカの子供たちとサッカーをする兵士。ねえ、こういう図も映画みたいでホッとしますね。なんか旧日本兵もこういうことがあったみたいですけども、こうやって一緒に楽しんだ後、次の日みんなね、真面目な面持ちで、少年たちが兵隊さんに一緒にサッカーしようよって呼びに行ったら、そのまんまもうサッカーはできないんだっていうことで戦場に行ってしまったみたいなね。はい、次。犬には食べ物を分けあげる貧しい女の子。自分も貧しいのにワンちゃんにもご飯を分けてあげる。貧しいのはお互い様だからねってことなんでしょうね。ちょっといい写真をちょっと集めてみましたけども、いかがだったでしょうか。